みなさん、こんにちは。西田舞です。塩地みすみです。はい、もうなんだこの2人って感じ今回2人でね、一緒にファンイベントを開催することになりました。はい、そう、なんかもう想像もつかなかったです。一緒にこうね、ライブするって想像つかなかったですよね。ライブするんですよ今回。そう、別に歌手ではないんですけど、はい、なんかね、皆さんと一緒に盛り上がれたらということで、うんうん、今回曲もね披露させていただくという。ちょっとダンスとかもねダンスと言えるレベルかわからないですけ ど一生懸命ね、気持ちを込めてあのお届けしたいなと思っています。そうですね、一番はこう皆さんが楽しんでくれることですもんね。そうなんです、ね、まあ、きっとの曲聴いたらこう自然と体動かしてくださるんじゃないかなと思って間違いないですね。で今回のタイトルがミスミンマイプリンということで、はい、マイプリンって皆さんから言われてるんですか？そうです、ミスミンですよね。私でも本当に一部なんですよ多分、そうやって呼んでくれてる。 あまり浸透してないってことですね。いや、もちろんなんかすごい恥ずかしくて。ミスミン可愛い。でもミスミンちゃん、じゃあこの機会に皆さんにそう呼んでもらえるように。ね、マイプリンは多分皆さんとってマイプリンだと思うんですよ。もうずっとマイプリンなので、ずっともうデビューから、デビューマイプーだったんですけど、なんか写真集のタイミングでマイプリンになって。あ、そうなんだ光栄です。逆に私もミスミンタイトルで、しかもあのタイトルに183って書いてるじゃないですか。そう、それが ね, ねそういう意味なんですよ、ね、そういうあはてなみたいな感じじゃないですか。分かったはらへんかもしれない。そう、それが2人のバストサイズを合わせた数ということで、うん、ね、183センチ、はい、ほとんどマイプリンの大きさですかね。そうですかね、びっくりしました。だから自分のバストサイズを引いたらマイプリンじゃないですか。そう、大きいなと思って。やっぱりいや、もうなんせ3キロあるんでね私これ片方 1.5 で3キロ。やっぱり私1キロ落ちしてます。全然違いますね、500グラムずつ。そうですね、ちょっとこのね、ちょっと武器にして衣装も楽しみですね。あ、衣装、あ、ね、まだちょっと今、うん、考え中なんだよね、うんうん、どんな衣装になるのかも楽しみ で今回トークショーも2人でお届けします、はい、うん、あとツーショット撮影会もやるんですって。はいはい、はい、楽しみにしていただいて、ぜひぜひチケットを買ってお越しいただきたいなということで、はい、あの7月6日、はい、土曜日、午前10時からチケットの方が販売となります、うん、はい、ぜひ買ってミスミマイプリンに会いに来てください。あ、揃ったなんかね、なんかねよくなってきたね、ちょっと連携がうまく取れてでは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 、会場でお待ちしてます。